はい、皆さん今日もお疲れ様です。ってことで、はい、僕のスピリーグこんなんでした。いやもう最後の方はね、勝率も5割切って、打率も4割切って、防御率も 2.5 以上あって、もう本当に気合入ってる時ほどうまくいかないですね。なんでもそうかもしんないですね。うん。いやー、打たれたね。すごい打たれたし。まあ、もう、1000以内も無理かなって思ったんだけど、ちょっとやっぱ1000以内頑張って入りたいなと思ってやったら、なぜか最後勝てましたね。うん。はい。ってことで、ランク戦やります。あと1勝で100勝みたいなんで、ランク戦頑張ろうぜ。はぁ、あ。まあ、調子、なんつうの？沼んなくても、ちょっと、100以内は無理だったな。普通に。目指してたけどね、ちょっと。いや、100、リアルなとこ100位台ぐらいを目指してたっていうのはちょっとあるな。うん。100位台ぐらいだったらいけんじゃないか。180位とか。うん。さ、結局、いいとこで終わったとしても、マックスレート7000ぐらいだったんでね。まあそこから500ぐらい下がったと。さあ、球早く見え、遅く見えるよ。ずっとスピリーがやってたからね。強い、東さん。いや。いや、でも、就職してからですね、一番試合数やったんじゃないかな、今回が。だから、その点悔いないよ。その点は悔いない、ほんと。試合数稼ぐ、試合数たくさんやるってのもちょっと目標ではあった、やっぱ。やっぱ社会人の課題は試合数だと思うから、ね、仕事してる人って。難しいとこってね。はい、全然打てません。でももういいんです。でもいいんです。今日は大会終わりのね、なんていうの？もうブレイクタイム、うん。話を聞いてくれっていう感じです。うん、ほら、いつもと違って球種見ないでしょ。あー、ナイスバッティング悔しかった。でもね、もう強かった、みんな。あとオーダーの差もあったわ。ちょっと俺のやっぱ怠惰によるちょっとオーダーの差もちょっとやられましたね、結構。うん、ここだけ言うと、いいんです。てかもう大寝不足なんで、まあ多分あんま打てないですね。まあ僕のスピリーグはそんなんでしたよっていう。うん、7000から6500になって。沼った後は本当にもうやめようかと思いました。うん、もうやめようかなってね、ちょっと思ってました。マジでしんどかった。疲れたな。スピリーグ本当に合間縫って頑張って試合したんですよ。結果的に70、60試合ぐらいしたっしょ。60、70試合頑張ったよ。頑張ることができたので、来年は高い、いや、来年はまあもうね、さすがに300以内には入りたいの、さすがに。滞空時間長ー。え、俺負けるやん、これ。なんでやねん。打たれるなぁ、にしても。防御率高いんだからやめて。あー、ワンアウトも取って、え？
ワンアウトも取れてないんだけど、ちょっとランク戦のアウトの取り方忘れました。うん、ゲッツーや。うおー、セーフ。周平うまーです。誰か配球代行とかやってくんない？配球代行。あと1本打たれたら終わりやん、ヒット。フォークとか投げる。フォーク、そうですね、左から使えよ。スプーン、ナイフ、フォーク。この動画撮れだったら寝ます。ああ、あと1点でコールド負けじゃないか。やってやね。もうダメだ。ありがとうございました。全然痛くもないね、やっぱこの。いや、うまかったね。え、ちょっと相手のあれ見てなかったけどさ、結構うまくなかった？結構うまいと思ったんですけど、気のせい？結構強いと思ったんですけど。あ、達人一、あー、強いわ。強い。ちょっと100勝乗りたいな。今日の動画でちょっと100勝乗りたいけど、うん。あー。でもちょっと今やってもな、ちょっと打てないしな。寝不足なんですよね。昨日、めちゃくちゃいろいろあって、4時半に家帰ってきて、そっから仕事行ったんで、本当に初めて経験しました。立ったまま寝れるんだって。立ったまま寝れるんだって、初めて経験しました。よく聞くじゃん。私ほんと寝るのが好きで、立ったままでも寝れちゃうんですよ、どこでも寝れるんですよとか、何を言ってんだこの人たちはってずっと思ってたけど、初めて分かった。立ったままでも寝れるな、人間って。もうそんぐらい寝不足ってか、まあしゃあないかったんだけど、4時半に帰ってきたから。これ自分のせいではないです、うん、自分のせいではない。おお、まっすぐは打てるよ。やっぱスピリーズやってたから大丈夫だよ。寝不足でちょうどいいな。まっすぐしか打てねえのかな、それか。危ない。じゃあランク戦の戦い方思い出そう。おお、うう、いいね、粘り打ち。ナイスバッティング。惜しいな。行こうぜ、福永さん。行こうぜ。いやー、今のちょっと厳しいね、今のは。今の、ちょっと、みんな一時停止したら分かったと思うけど、ボール球です。手で、マジで打てない。ちょっと、ツーシームあろうかな。まっすぐ打ったしな。まっすぐ来ねえべ、もう。高谷の広角ホームランすごかったね。現実の。え？上沢さんそんな通信曲がっていいの？ D？ え、D は強ない？ F の時代しか知らない。あー、1点取った。1点取ったのでかいね、これ。俺誰だ、ピッチャー。あー、しんちゃん。まあどうせ打てるし、いっか、次の回。でも相手名人だもんな、もう。ああ。やっぱ、ランク戦になるとさ、こういう相手しか当たんないからさ、なんかやっぱスピリーグ楽しかったな。もうみんな一緒やん、オーダー。オーダー一緒やん、みんな。もうちょっと自分の味出さないですか？自分の味出さないですか？みんなオーダーにもうちょっとだけ。ねえ。一緒やん、みんな。これみんな同じオーダーのゲームですか？全くもうよくないぜ。じゃあやっぱあれじゃない、やっぱ純正のコンボもっと強くした方がいいんじゃない？そしたらね、そしたらだってやってること自体純正の方がすごいんだからさ、純正の方が強くいくてよくない？うわ、純正来ちゃったみたいな。
こう、もうちょっと純正強くてもいいと思うんだよな。純正、ちょっとどうそれ、俺だけかな。なえいや、よかったです、顔に当たんなくて。顔に当たんなくてよかったです。ああ、なんか打てそうな気してきた、みんな。いやービタビタだね。 OK、 さあさあさあ、球は見えてんじゃないかな、知らんけど。おっぶねー、三振だと思いましたね。ディカーソン、ディカーソン行くぞ。ちょっと今日はマジで気絶しそうなんだから、今にも。ディカーソン、これはいいとこ終わった。ナイスバッティング。今のは甘いね。あそこを飛ばすの得意だから、真ん中の球。オッケー、宇佐美さん行こう。1点取ったら全然勝ち見えてくるな。ここは大事ですからね、しっかりとボールを見ていきたいですね。なるほど、そうですよね。さあ、ツーボール、ツーボール。いやー、打てねえな、それは。引っ張り警戒だしな。よし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 。うわ、まんまとやん、まんまとやられた。しっかり OK OK。 まあ、ボール球臭かったよね、今の。ちょっと鵜飼さん、これ頼むわ、マジで。 OK、 広角ついた。これは熱いね、ここ。ちょっと見せ場。上沢さんキャッチうまっ。上沢さんめっちゃ取るやん。あの周平のヒットだったらだいぶねえ変わってたけどね、状況。まあちょっとそこ抑えるかな。抑えれないか、抑えれないかな、外角投げて。あっ、あ、取れるな、取れるな。あれあれ、これどう？取れるな。あ、やっぱ強いな。やっぱ名人1位とかじゃなかった、相手。かなりだよね。これどうすか？優勝なら2割でどうすか？外前進。OK！ え？あのカーブ刺さるね。ここはあれだな、タイピン待ちたいね。できたら勝ちたい、百勝乗りたいな。あ、あっぶな。え、まあ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 、俺の人生こんなもんですよ。何の特徴もない、何の特徴もない人生ですよ。ねえ、いや、いいんです。幸せならいいよね。まあまあまあ。優しさがあればいいんですよね。最後まで見てくれた方、ありがとうございました。スピリーグ、全然結果残せなくてね、申し訳ありませんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。